こんにちは、平山茂です。今日は11月1日月曜日でございます。現在時刻は12時9分。さあ、今週も始まりましたね。11月にも入りまして、一発目ですね。一発目月曜日ということで、今日はお楽しみ企画、ロト6とハロウィンジャンボの結果発表を行いたいと思います。ロト6はですね、まあ毎週月曜日にやらせてもらってます。5口ですね、5口だけ変わってるんですけれども、今回は、ハロウィンジャンボミニとハロウィンジャンボ、ちなみにハロウィンジャンボは1等前後賞を合わせると5億円でございます。この紙は5億円です。そしてハロウィンミニ、こちらは1等前後賞を合わせると5000万、5億5000万。そしてロト6でございます。こちらがいつものロト6ですね。こちらは5口買いました。先ほど窓口でペペ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 と書いてきました。5口中、一口だけ今日も、まあ、ランダムですね、クイックピックで選んでおります。じゃあ今からですね、まずは、まだね、時間が、まだお昼なので、ロト6はもちろん、まだ、この、今の段階では結果はわかりませんので、こちらは夜7時に、結果発表します。さあ、どちらから行きましょうか。やっぱミニから行ってきましょうか。ミニからね。ミニから行ってきましょう。じゃあハロウィンジャンボミニ第900回ですね、全国自治宝くじハロウィンジャンボミニ抽選結果はこちらに、じゃあ出させていただきます。はい、連番からいきます。こちらがハロウィンジャンボミニの連番でございますね。連番、まず連番からもう見ちゃいましょう。連番、はいはい、外れました。一等ございません。ハロウィンジャンボミニ連番はもう組が違います。54組でございました。54組、122809ということは、2等とかの可能性もあるからね。ちょっと待って、しっかりここはちょっとお時間いただきますね。ちょっとカメラのキュッと。よし。ちょっとハロウィンジャンボミニの連番10枚はアウトでした。1枚だけですね。300円が出ました。さあ、バラですよ。バラです。前回ですね、宝くじの日記念で、バラでね、10枚買ったやつが、3等5万円かな。3等、5万円が当たったんですけれどもね。ちょっと今から行きます。あ、見えちゃった。66組って出てますね。これ66組ないぜ。はい、こちらはないですね。さあ、次99組、99組は、あ、89組か、ないですね。一等はなし。前後賞もなし。二等の下4桁が、こちら4620なので、4620なし。ハロウィンジャンボミニの、連番とバラ、10枚ずつですね。10枚ずつ買ったんですが、結果は、5等が2枚。600円でした。残念。さあ、気を取り直して、ハロウィンジャンボいきます。ジャンボ。ジャンボいきますよ。連番なのでね、もうパッと見たらもう分かっちゃうってやつですね。いきます。ドン、44組。44組、はい、1等はございませんね。18で始まってます。バラいきましょう。来い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 、頼むぜ頼むぜ。バラですからね、可能性は、うわ、
可能性はありますから。いやありがとうございました皆様。すいません、ハロウィンジャンボ、ハロウィンミニともに、300円以上の当たりはございませんでした。どうも申し訳ございませんでした。そうですね、1万2000円ほど、買わせていただきましたが、結果は300円が4枚、1200円。やっぱりね、平山茂はロト6なんで、まだ今日この後ロト6残ってますから、ロト6 1634回、もうちょっと宝くじのことを忘れました。ロト6、ロト6が当たりますから、ロト6ご期待ください。ロト6の結果発表です。どうぞ。はい、ではロト6の結果を発表したいと思います。その前に、本日もお仕事だったという方、皆様本当にお疲れ様でございました。お疲れ様です、本当にお疲れ様です。さあロト6 発表しようと思って結果だけちらっと見ました。なんと該当なし、一等該当なしです。もう心が折れました。私宝くじも惨敗、ロト6こそはと。ただまだあと2等がね残ってますので、ちょっと結果見たいと思います。こちらにね、本日のロト6結果出てると思いますけれども、ね、該当ございませんでした。379、26、35、36、なんか過去に買ったことあるような数字ですけれどもね、出てないんですね。2等が1363万4300円。ここはもういただきましょう。最低限もうここが今日もらえなかったら引退します。この今回2等が当たらなければ、もうロト6は、ロト6企画は隠します。なかったことにします。本当に悔しいです。泣きたいです。泣けませんけど。さあ画面出しますか。一応ね、ちょっと楽しみを、いきます。僕ま見てないですからね。いきますよ。結果はこちら、ドン。ちょっとピント合ってなかったらごめんなさい。あれ379、あれ379、あ、クイックピックで379入ってます。5等でございます。5等当選でございますね。もうこちらに表示を出しましょう。はい、ここに出てますね。379で、5等の1000円でございました。残念ということで2等を取ることはできませんでした。今回で私平山茂の大丈夫ジャーニーからロト6企画はなくなります。ただなくなりますが、継続的に私は毎週月曜日、まあ、木曜日分かりませんけれども、ロト6はもう個人的に買ってきますので、もし高額当選した場合には発表はさせていただきますので、引き続き、お楽しみにしていてください。本当に悔しいです。まあ買い続ければね、いつか当たるでしょうということですけれども、まあまあ私はね、こんなものに頼りたくはないと。私は皆様に大丈夫だよ、大丈夫っていう言葉で幸せは無理だな、背中を押すことをこれからもしっかりとやり遂げていきたいと思います。今まで
ちょっと皆様の気を引くためにやったところもあります。正直、まあ、個人的にお金も欲しいというのももちろんありますけれども、これからは平山茂の大丈夫ジャーニーという名のもとに、大丈夫大丈夫だよと皆様にこれからも言っていきたいと思います。大丈夫ですからね、大丈夫ですから、大丈夫ですからね、あなたは大丈夫です、大丈夫ですから。ロト6はお疲れ様でした。そして旅でございます。ジャーニーといえば旅でございます。私平山茂、ジャーニーが好きです。明日はちょっとジャーニーしてきます。そして明日11月2日の大丈夫だよに関してですが、佐々木さんに大丈夫だよって言わせていただきますので、また明日佐々木さん特にご覧になってください。ということで今日はご視聴ありがとうございました。お付き合いありがとうございました。なかなか皆様のご期待に応えられず申し訳ございませんでした。ではまた明日、また明日お会いしましょう。平山茂でした。おやすみなさい。すいませんでした。帰ろう。